右足振り抜きました。あの今のように1回右で作ってですね、はい、右で作ってサイドを変えて左 の, あのスペースを使いたいですね。しっかりと体に身につき落とし込むっていうのは難しいと思うんですよね。垣田追いつきそうです。やはり三笘この当然相当もう疲れているので、はい、ね、フレッシュな選手を使っていきたいところだと思うんですけど、ほら梅鉢サイドを変える沼田、追いつければチャンスになりますがゴール前、三田の長谷部監督非常に喜んだ表情。ここは増えありません。2015年以来3年ぶりの J2 の舞台を戦っています。あ、ここは戻していくか、はい、また選手交代もね非常に重要になってくると思いますが、はい、なかなかやはりこうマテウス選手に明日が26歳の誕生日の吉田真希と、その吉田果敢に行きます。うまくかわした梅鉢金沢、ここ2人がかりでもなるんですけど、はい、金沢はなかなかやっぱそこの突破はね難しい。この切り替わった瞬間に中央突破はあり得るんですけど、一旦時間をかけて選手に対して、まあ、内田選手なのか梶川選手どっちがついていくかっていうのが今のところまだちょっとはっきりしづらいのかなと。あ、なるほど、いうのもあるので、さあここは流します。子供たちの夢につなげたいですよね。そうですね、まあ、そのあたり渋谷監督も、まあ、積み上げてきたものは出す。長崎うまく反転してかわす、素晴らしい技術ですね。そして大竹キープ力がありますが奪ったのは金沢です。梅鉢、今金川選手、斉藤浩介が高いポジション取ります。武田も上がっていく、後ろでレアンドロ・ドミンゲスサポート、すかさず梅鉢オーバーラップ、品森ワンタッチで牛の浜、ここでボールを奪ったツエゲンか。ツインタワーという形で並べてきていましたが、今日は3試合ぶり杉浦先発です。7番の清原が中央でプレーします。前線へのボール、垣田を走らせる、早めにクリア、そして梅鉢を経由してこのボール追いつけるか。やっぱり攻撃の子たちができつつあるので、そうですよね、こういうねできつつある中でつまらないミス、後ろ伸身でしたね。地面でも主導権を握っています。サクロスが来た、この位置からシュート、パンチがありました。パスミスがありました、ね、そうですね。さあヒールで流したところ、梅鉢狙ってきた、クロスバーの上ちょっとホップした。さあここはパスを選択、梅鉢ちょっと詰まったか、前向いた。でもさあここ角田に渡る、よく足を中央、沼田が奪った、ボランチの梅鉢縦につける、ここ連動攻めします。金沢マラニョンが中に走る、シュート打った、中央で角田が待っています。ここですよね、ここ、梅鉢がふわっと浮かせて加藤が飛び出してきた、左で一旦戻して梅鉢から中に入れてくる、ここもカミサイル、ミサイルですね、今そうですね、はい、プレッシャーに行きました奈良は。さあ裏を狙ってきます。岡が狙っていたのはそのバイタルが開く、そのあたりを狙っていたという話があったんですが、そこを突かれてというシーンだったんですけど。